ウェルシュカップトロフィーウェルシュ FA カップは1877年に創設されたウェールズで行われるサッカーのカップ戦。イングランドの FA カップ同様 FAW に加盟しているすべてのクラブに参加資格がある。各地域で予選トーナメントを行い、本戦はすべて一発勝負で行う。優勝チームは翌シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得する。 1995年までは、ウェールズとの国境線近隣地域にあるイングランドのクラブもウェルシュカップに参加できたが、優勝した場合でも UEFA カップウィーナーズカップ出場権は得られなかった。1995年以降、ウェルシュカップの参加資格は、ウェールズのサッカーリーグシステムの中にあるクラブのみに改められた。このルール改定により、 イングランドのサッカーリーグシステムに所属しているカーディフシティ、スーンジシティ、レクサム、ニューポートカウンティ、マーサティドフィル、コーインベイの6クラブは大会から締め出された。イングランド勢最後の優勝は1990年のヘレフォードユナイテッドだった。PK 戦により勝利、ABCDEFG イングランドのリーグシステムに、かつて、または現在参加するウェールズのクラブ、 ありがとうございます。